こんにちは、石井忠介ですえ今回はですね、茨城県高賀市にある三和新池に杉山達也さんと遊びに来ましたよろしくお願いしますはいよろしくお願いします今回は底釣りということで、なぜ人より杉山達也が釣れるか、ぜひともご覧くださいどうぞはい、よろしくお願いします でではですき、ねまあ、今日はえと底吊りがテーマということなんですけれども、あ,のあまりこう棚取りから1から10までこう説明しているシーンってなかなかないと思いますので、まずは私のこう棚の取り方からこうスタートしていいいきたいと思いますで使用する機の方がですね、えー、ツアースペック AD ですね、えー、こちら、今回、ですねファイントップが装着されまして、非常にこう視認性、または耐久性が良くなっています。 であの本来ですと、このセルトップのが軽量でかつこう動きが出ると思われがちなんですけれども、まあ、HX ジャパン独自のこのファイントップというのは、ですねこうセルトップにも、ま、勝るとも、ね、劣らない、非常にこう動きの出る浮きになってますので、その点は逆に今度、視認性がアップしたという意味で、非常に今度使いやすくなってますので、一つよろしくお願いします。では実際、棚取りからやっていきたいと思います。ままずですすね自分の場合フフロートを使いますフローートトをを使使いうと、えー、浮きが立って 棚取りゴムが下に行ってからこう沈んでいきますので非常にこう真下が測り,やすく測りやすくなっています。あのフロートがないとですとでで、ね、意外とこう斜めにこう張った状態になりますがフロートがあることによって浮きがこう立って真下に来てからこう沈んでいく感じになりますのでその点基準が作りやすくなっていますね。 少しです、ね、こう手を前に出しましてどうしてもやっぱりちょっと沖に振ると思うんですよ皆さんなのでちょっと大きめをまず最初にこう測ります腕の伸びた状態のところで沈めていくこれでちょうどついた状態ですねで若干こう手前を測って底の傾向をこう見ていきますほぼ平らですね多分若干左に行くとととちょっと深いと思うんですけれども 大体ほぼ平らですねはいでこの状態でトンボですねこのトンボをちょうどグリーン底のついた状態がグリーンだったので先ほど棚がハカットと同じ状態ですけれどもグリーンに合わせてますでこちらを今日はですね餌落ちが 針の全くない状態でこの2目盛り沈みの赤ですねで両針をつけた状態で黄色がこう冷えかけぐらいのところが今餌落ちになっていますここの状態がまずこう中の餌打ちとまず考えていただきたいと思いますでまずここでこの餌落ち目盛りに合わせればここで上りトントンとなるんですけれども先にちょっと深くなってますので若干ずらし針をつけてあげます最初からあのあまりこう 真下をこう測るというよりちょっと斜めになった状態で釣りをした方がなじみ幅が出て釣りが組み立てられやすいので若干2 3センチずらした状態でまずスタートしますでは実際に餌を釣っしてみたいと思います餌はですね底釣りというと地面に対して餌が止まった状態になっていますその止まった状態に対して魚が食いに来るということですのであまりこう餌が軽かったり 不安定にばらけてしまったような餌だと非常に当たりが取りにくくなりますなので自分はあのあまりですね餌を大きくつけないで小さく食べやすい餌をリズムよく打って当たりを出すそれを一番こ心がけています ちょっと先が深いので、だいたい馴染み幅はこれが基準ですさ、3つ残しから3つ半残しぐらいですねこの辺からこう当たりを取っていくのがまず最初のイメージですで、餌がもうほとんどバらけ性がなく食べやすい餌をリズムよく打つっていうことにしないと当たりが出ませんのでまずこういうふうにある程度浮きが返した状態でまず切る でこの切るという作業をリズムよくやっていく上で餌をあまりしっかりつけてしまうと逆に餌が舞い上がってしまいますので必ずこう地元だけを抑えた餌を自分は打っています。 もうですねある程度餌落ちを続けてましたのでもう魚がある程度来てる状態ですので多分すぐに浮きが動くと思うんですけれどももう上がりが若干ですけれどもじわっと来てますよね。この浮きが上がるっていう動作がまず底釣りをやる上で一番大事になっています。 花が切れて餌がピンと張った状態が続いているとなかなか浮きが上がってきません。逆にずらしすぎると馴染みが出なくなっちゃいますので、その辺をまずこう見極めていきます。で、そこの状態がですね、あのコンクリートの上みたいにこうきれいなところじゃないので、毎回こう変わってきます。なので、ある程度の基準をこういう打ち始めの段階で探っていくのが1日こう安定するためのコツになっています。で、今サウディがないのでまた切ります。 まず打ち始めはですね、こういうふうにリズムよくあのどんな釣りでも一緒ですけれども底釣りだからと最初からこう待ち気味の人がいるんですけれどもやっぱりこう底釣りっていってこう地面から魚出てくるわけじゃないのでじゃあどうすれば魚呼ぶかっていうとやっぱりこう上から餌をこう落としていくっていう行為がないといけないのでその辺は割り切ってリズムよく打っていくことが必要です。 だいぶ触りが今出てきました。ちょっと見にくいかもしれないですけれども、今上がり際に。若干もやもやとした動きが出てきたので、魚が今来た状態ですね。ここで初めて餌をちょっとだけこう抑えてつけてあげます。今ですね、ちょっと丸めてつけたので、多分これで当たりが出ると思います。 今のがだいいた基本的なあたりですね馴染んでゆっくり触りながら返し際に当たったあたりまずあれを一番最初にこうイメージをつけてくださいあの動きが出る出ないで餌が変化した棚が変化したっていうことですのでまずはそれを基準としてしっかり持ってください。 で今ですねちょっと上がりが早かったんですねで上がりが早いっていうのは魚が食いに来てる状態ですであまりその上がりが早い状態が続くと餌が持ってないことが多いので今はですねある程度手もみした状態で当たりが出たっていう状態だったんですけれども今度はですねもう元餌自体にちょっと今粘りを加えて餌自体に持つ力を与えてあげますこれをラフ付けして 持たせていくっていうのが自分のこう餌,餌合わせの基準となっています。 今ちゃんと待って当たりが出たので非常にこう大きい魚がこのちょっと黄色っぽい魚が釣れているっていうのはちゃんと地底について餌が合っている状態ですねこういう魚の大きさっていうのもある程度指標にしていただくといいと思いますあまりこう待って小さい魚ばかりとかそういう状況ですとちょっとリズムが合ってないこう食,べ食べに来た魚だけが釣れてる感じですよねじゃなくてちょっとこう 魚が追いながら食っているとああいうふうに大きい魚が来るのでその辺も狙うっていうのが底水の一番強いいところになっています一概にこう馴染んだ上がってだけのリズムで取っていくよりもああいうふうに馴染んだ状態での当たりも取っていくその両方で超過を伸ばしていくっていうのが自分の底水で一番こでですねでそれを安定させるためにあまり餌をしっかりつけたりしないで柔らかい餌をリズムよく打って当たりを出していくっていうのが。 そこでやっとメリットが出てくるというところですね。浮きが馴染んだところで、こう触りが出て、今当たったんですけれども。これ黄色まで上がってきて当た値が出てくれば、今いい状態ですね。 ここからですねで、こうやって当たりがなければここれれ切る <laughs> これは魚がいても一緒でもう魚が来てるからといって毎回その一頭その一頭が当たりが出るからと思い込んで待ってしまうと逆にリズムが悪くなってしまいますので今自分は 当たりそうだなと思って待ったんですけどもああいう風に触りが切れた場合は割り切って次の一刀打つこれが大事になっています 今のは非常に触りながら、早く当たった感じですね。で、魚が攻めてきた時なんかは、食わせたいっていう時は。余計怖いですね。食わせチックに塊感を強くするって意味で。 まああんまりこう丸めはしないんですけども、表面をちょっとこう抑えるだけですね。丸めて魚が食べやすくなるようなイメージですよね。はい、そういう感じで授けしています。この針のついてない中の赤の状態、ここでの触りっていうのも値を取る指標になっています。あそこで受けが強いっていうことは、魚がそれだけ反応していますので、その分餌がもう溶けている。よって。 餌が残っていないので早ななあそこの触りっていうのも単に底釣りというと馴染んでからのあたりだけ馴染んで返してからのあたりというイメージなんですけれどもあそこの受けを見ながら時には早あたりを取っていくっていうのもを伸ばすすポイントになっています今あそこで受けが強かったんであの途中で当たったんですけれどももう餌が溶けちゃっている状態ですね。 <laughs> この速いあたりと遅いあたり両方を取っていきながら釣っていくっていうのが釣果を伸ばすコツになっています。 と底釣りって感じのあたりでしたね。一見こう底釣りってこう地味なような感じなんですけど、本当餌と仕掛けと浮きをしっかり合わせるとああいう強いあたりでこう連発してくれるんですよね。結局こういう魚をね安定したあたりで釣れると中釣りにも負けないペースですることができるので、是非ともですね試していただきたいですね。 <laughs> はいえー、今日はです、ね、使用したのは、えー、ツアースペックの AD ですね、えー、とファイントップをつけて今回新たにリニューアルして販売しているウキです。でなぜにですね底吊り専用のウキ AD かというとですねこの底吊りというと地面にこう餌をつけて釣るわけなんですけれどもあの棚が切れた とかその浮きの上がりとかですねその変化をある程度察知しないと釣りが組み立てにくいです一番何が大事かというと棚が切れた時にしっかり馴染んでくれるまたしっかり餌がそこについて浮きを返してくれるその両方がないとですね釣りがなかなか成立しにくいです仮にですねトップの太い浮きをつけてちょっとしたそこの変化が出ないと 棚がそれをですね底図流器というのはしっかりなじみが出してくれますのでその変化したことも明確に記してくれるそれが一番のメリットになっていますねかつですね AD の方はですねトップがこうまあショートトップなんですけれどもボディーもなだらかにちょっと付け根部分をこうてテーパーがついていますので非常になじみ込みが素直ですなじみ込みが素直で餌をそのまま底につけて これが一番底づいて大事なことです。実際他の浮きをつけても多分ある程度動きは出るんですけれどもそれ以上にですねその底の変化棚の変化ですねそれを探ってちゃんと分かっていないと当たりが続かないですし一日こう地合いを続けることができないですので。 その変化を知るという意味で今回のこの AD というのは非常に使いやすい設計になっています。なので、えー、と底釣りというとですねこの AD ですね両段後の底釣り特に一番これを試していただきたいと思うので一つよろしくお願いいたします。 はい、えー、それとですねかねてからプロトタイプとして、えー、私が紹介していました TSSTING、えー TS えー、p c ムクトップのついた浅田ナバージョンですね、こちらの方がですね、えー、7月1日より発売となります。えー、詳細はですね、忠、えー、けの、えー、ホームページまたは、えー、と動画のサイトを見て確認してください。えー、よろししくお願いします。